ウィンターアゲイン、ハウエバー、誘惑など数多くの名曲を生んだグレイ。グレイはボーカルのテル、ギターの拓郎、ベースの二郎、ギターの久志の4人組バンドだ。リーダーを務める拓郎は高校生の頃、同じ小中学校の同級生だったテルとバンドを結成。その後、同じ高校に通う久志も加わり、グレイが本格的に始動した。実はテルは当初ドラマーとしての加入であった。しかし拓郎がテルの家に歌なしのデモテープを置き忘れ、テルが歌があった方がやりやすいだろうと気を利かせてデモテープに自分の歌を入れたところ、それを聞いた拓郎が神がかった声だと腰を抜かした。これがテルがボーカリストへ転向するきっかけとなった。テル本人は拓郎が受けた衝撃をあまり理解できていなかったらしく、知り合いを新しいボーカルとして連れてきて自分はドラマーに戻ろうとしたが、拓郎により却下され、テルがボーカルをすることになった。その後グレイは北海道を中心にライブでオリジナル曲を演奏する日々を送る。高校を卒業した後は活動拠点を東京へ移す。その後、同じ函館出身であった二郎と出会い、二郎がベースとして加入、現在のメンバーが揃った。オーディションに応募しながらライブ活動を続ける4人。そして1993年、ライブに来ていた XJAPAN の YOSHIKI に声をかけられ、レコード会社との契約が決まる。翌年には初めてのワンマンライブを行い、ロサンゼルスで YOSHIKI プロデュースのレコーディングがスタート。満を持してシングル「Rain」でデビューを果たした。デビューシングルにもかかわらず、曲はアニメのエンディングと映画の主題歌に起用され、売上枚数は10万枚以上に。幸先いいスタートを切った彼らは、さらに1996年にリリースしたアルバム「ビートアウト」でオリコン1位を獲得。また「Be Loved」ではミリオンセラーを記録し、一気にブレイクを果たした。当時のグレイは非常に忙しく多忙な状況でありながら、作詞作曲を手掛ける拓郎は唇、誘惑、ウィンターアゲインといった名曲を次々と生み出していく。なお拓郎は楽曲作りの際、英和辞典とウーロン茶を手元に置きながら行っていることでも知られている。その後もサバイバル、ステイチューンド、ウェイオブディファレンスなどのヒット曲を生み続け、アメリカや中国、香港や台湾などでの海外公演も成功させた。また2014年にはメジャーデビュー20周年を記念し、東北でライブも実施。さらにメジャーデビュー25周年の2019年にはグレイデモクラシーという計画も発表し、全国ホールツアーやドーム公演などを公約に掲げた。2020年にはメンバーが選んだ曲が収録された約10年ぶりのベストアルバムが発売され、オリコン1位を獲得する。また音楽グループにおいてサザンオールスターズ以来2組目となるシングル・アルバムの総売上4000万枚超えという大記録も達成した。多くのアーティストが活動休止期間を設ける中、グレイはデビューから25年間ずっと活動を継続している。ファンに長年愛され続け、メンバー同士強い絆で結ばれているグレイ。彼らの勢いは今後も加速していきそうだ。このチャンネルではこれからこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。